東北太平記は、室町時代中期に起きた下北半島の戦乱を、記した、軍記物語、江戸時代初期に成立した、北部五人日記、田辺五人日記とも呼ばれる。五南朝事件とも呼ばれ、森吉親王の王子領以王は、昌平三年、江戸地を下する北地王に任ぜられ、北部王家と言われ、南北合一後も、足利市に下らず南朝回復を志したが、 五代目、義順に至り上落して、将軍、足利義和にへ四十五以上、民部大輔に任官した。交渉二年から翌三年にかけて、柿崎城主柿崎倉人のぶずが、北部王家を担いで、南朝最高を名目に兵を挙げた決起しようとするが、すでに王である義順府市が殺害していたことが発覚し、根城南部市の南部政権が、中央の許しを得て、 書き先の地を攻めて、これを滅ぼした天末を記したもの。作者の福士長都氏は、八の毛氏の旧家臣で、江戸時代初期には、秋田で暮らしていた。残されていた、人中日記や囚われた書き先方軍部業の人中記述、それに、下北の太平の旧家の古記録をもとにして、現地倒査の上書き記したものであるとしている。日記には十一枚の中世文書を使用して、 事細かに事件の内容を伝えているが、その文書は一枚も現代に伝わっていない。下北の歴史を調べる上で、他の文献に登場しない事柄が多く記されており、資料性の検討が必要な文献である。東北太平記の原本は、東野南部下に秘蔵されてきたが、明治18年に、東野の,の鍋倉神社の社殿さぐ立てを記念して写本が作られたという。 東の郷土研究会が1936年に刊行した東北大兵器は国立国会図書館に画像公開されている。ありがとうございます。